それでは、ファイル管理システム作成キットの紹介を始めさせていただきます。発表者は私川口治。ここ の, 会場もですね、皆さんの平均年代からしますと相当年行ってましてですね、なんかこのデブの爺さんがですね、出てきて悩むと思っておられる方も随分おられると思いますが、最後までぜひ聞いてやってください。今回はこのような発表の機会をいただきまして大変ありがとうございます。それでは、自己紹介を終わらせていただきましてですね、今日の発表の内容につきましてはこの目次の順に従って発表します。まずマクロとはどういうものかというのを一般的なお話をします。表計算というのはご存知の通り、会社では資料作成の定番です。しかしながらトラブルというのは結構多いものでして、普通の事務所ですと例えば印刷するときに、こんなふうに左の方に寄っちゃったらですね、こういうことはしょっちゅう日常茶飯事であります。そういうときにマクロを使いますと、必ずきちんとしたところに出力されるというようなことで、マクロというのはすごく便利なツールではあります。しかしながらそのマクロっていうのがですね、普通のユーザーにとってどういうものかといいますと、これがなかなか難しいもので、先ほどの印刷のマクロを営業所で実演してみます。そうしますと、ちゃちゃ入れるやつがおったりですね、それからできるんですかとか言ってね、もう全然むしろアプリのやつ見ます。で、実際になんとかやってみようというのも、20人に1人ぐらいいるんですね。ところがそのマクロの登録の手順を見てみると、これちょっと大変だなということで、ほとんどもう大変なやつが固まってしまいます。ということでマクロというのは、便利ではあるけども難しくて使えないというのがあります。そんなことでマクロの恩恵を誰でもが得られるにはどうしたらいいかだろうかといろいろ考えたんですけども、なかなかいい方法がないんですね。でいろいろ悩んだんですけども、これキットにしてみたらね、いいんじゃないかなというふうに考えました。でこれで私が一度キットを作ってみようということでお目立ちました。じゃあその何をキットにするかということなんですけども、どうせならできるだけみんなが困ってるテーマをやってみようということで、もうこれ本当に会社の中の普通の状況なんですけども、部長はですね、見積書出しておいてねとか言ってね、もうとっとと会社がいなくなるわけですね。そしたらこう残ったおばちゃんがですね、そんなの探せるわけないでしょと、えらい怒っとるわけですね。こういうふうに会社の中では部署管理っていうのはちゃんとできてないんです。昔ですと見積書なんかは紙の台帳がありましてですね、それに書いてちゃんとこう出してたんで、ね、それがノートパソコンというものがですね、配られるようになりますと、いつの間にかもう全くそれがなくなりまして、ちゃんとできてないというのが現状です。ということでファイル管理システム作成用キットを作ろうと決心したわけです。そういうことで決心したもんで、次はどれぐらいのものを作るかという目標を立てたんですが、当然のことながらきちんと文書管理ができるということと、それからこれから年いった人が随分出て仕事を続けるはずですので、できるだけ簡単な操作が必要だと。できたらテレビのリモコンぐらいの簡単なね、ボタンを押したらチャンネルが出てくる、そういうレベルにしたいと思いました。それとこれはキットですので、システムのセットアップが必要なわけです。さっき の, 係長みたいにですね、マクロは使えねえという人がいますんで、このセットアップがスカッとできるということを目指したいと。で、どうせですから、いろいろ用語を書きましてですね、一つは、Windows、Linux の混合環境でやろうと。それから安い、コストの安いリブレを使うと。で、なおかつ何でも使えるようにしてしまえと。こういうことで目標はどんどん上がってしまう、インフレで上がってしまいますでですね、ちょっと偉いことになってしまったわけですが、それプラスですね、私自身もいろいろ思うところがありまして、一つは
リラックスですとかリブレオフィスの普及に、まあ、これがうまくいったときには多少でも貢献したいということと、まあ、もう一点はですね、かなりこうあまり大きな声では言えないんですけど、マイクロソフトのオフィス、Excel ではですね、これ絶対できないですね、というのはリラックス上では動いてませんからできるはずないんですよね、まあ、そういうことでこれでリブレオフィスの、ユーザーの言語であるマクロで、挑戦しようと、まあ、そういう密かな遊び心を持って始めました、まあ、そういうことでしばらく1年半ぐらいですね、自習室にこもってキットを作成しまして、まあ、この春先ぐらいにようやくある程度完成をしました。そういうことで今回紹介させていただくんですけども、まず提供するファイルでございます。これについてはこの一番目の本体のファイル、これが唯一です。ここにはこの本体のファイルにはいくつかのシートを組んでます。このシートの1のパラメータとそれから2から5のどれかのシートを組み合わせて一つのファイルとして使っていただきます。ですからこの本体ファイルはばらせば4つのファイルになるということなんです。ちょっと使い方が難しいございますので、提供ファイルの中にはサンプルのディレクトリも付けております。ではそのこれが本当に文書管理のツールとして使えるかどうかということなんですけども、文書管理システムの要件というのはこの1番から11番までのようなものがあります。これはウィキペディアからちょっと拝借してきましてですね、こういう項目を羅列してみたんですけど、これでいきますと検索ですとかそれから災害対策、まあ、こういったところは私の技術じゃなくて軽くとクライドの能力によってですねかなりいい評価できると思うんですけど、その他にも多少その他の項目では多少まあ問題はあるところはあるんですが、中小企業なんかでは使って使えなくないレベルにはなっていると思っております。このシステムでは、共通の操作方法というのを採用しています。これは何かと言いますと、ファイルを扱うシステムでございますので、この1行ずつにですね必要ファイルが該当します。そういうことでこのファイル対象開く対象のファイルの行のどこかのセルにを選択していただいて、このように選択していただいて、右上にありますメニューボタンを押していただくと、これが共通の方法なんですけども、メニューボタンを押しますとこのようにポップアップメニューがどんどん出てきまして、次から次へと処理を進めていくという形のシステムにしています。操作を始めるためのトリガーというのはこの右上のメニューボタン、これだけです。例外は一切ありません。ということで一応まあ統一された簡単な操作というのは達成できたと思っております。それではこのキットで作ったシステムの全体をですねちょっと見ていただきたいと思います。メインはこのリスト、すなわち大腸ですね。大腸からですね最終のいろんな資料を新規作成して編集していくわけですけども、この大腸を開くために必ずランチャーを開く形にしてます。でこのランチャーっていうのはただ単に何かを開くだけの役なんですけども、ここで、目的の大腸を開いたときにこの大腸が誰かに使われてますと、使用中ですということで、しばらくお待ちくださいという形になります。主力この大腸が開くことができますと、そこで、新規作成をして、その新規作成されたデータを開いて編集にかかるという形になるわけですが、その時に、
この第1条は自動的に終了するように終了するようになります。ということで、まあ、簡単なこの2つのポイントで簡単なハイター機能になってます。まあ、本来ハイター機能はそのデータをロックするべきなんでしょうけど、私の上ではちょっとできませんもんで、大丈夫と、止めてしまっているということでございます。それではこのキットをシステム化するときに、必要な、セットアップのご説明をさせていただきます。まず事前準備が多少ありまして、1つ目はリブレオフィスをインストールしていただくと、まあ、当然のことですが、そして、マクロを使えるようにセットアップしていただく、それからアプリケーションをインストールしていただくと、ここで重要なのは Windows の場合、パスを設定していただく必要があります。これは必ずやっていただきます。そしてクラウドは、これは普通に設定していただいて構いません。ドライブ名ですとか、どこに追記しなさいとか、そういうのも全くありません。事前準備の最後はですね、ディレクトリを作成して、必要な場所にこの本体ファイルを名前を変えてこういうところにコピーしていただくということでございます。でこのランチャーですとかリストですと、不要なシートがいっぱいありますので、それについてはもうただ単に削除をしておいていただければ構いません。この後各ファイルの設定に入るわけですが、各ファイルの設定をするときには、基本的に運用準備モードというモードに切り替えていただく必要があります。これは何かと言いますと、まあ、いろんな表ですとか、資料ですね、まあ、普通の本当の資料とのユーザーが使うことになりますので、ちょっとデータを壊したりですね、しがちなんですね。そういう意味で、かなり厳しい、いろんなロックをかけております。それを外してしまって、編集ができるようにして、事前準備を進めます。準備が終わりましたら、最初に終わりましたら、元のユーザー使用モードに戻してもらうということが必要です。それではランチャーファイルの設定に入ります。ランチャーファイルにはですね、ベースディレクトリーというのを作らんとあかんわけですね。このベースディレクトリーの先にある、起動対象を読みに行きますので、このベースディレクトリーを決めてもらうということと、それから起動対象を表に直接書いていただきます。一番 B から E には、そのファイルが何であるかの説明、 G にはベースディレクトリからの追加ディレクトリ、そしてファイルネームという形になります。ランチャーの設定の最後はアプリケーションの登録です。左側にはアプリケーション名、右側には隠し落ちをこのようにスペース1個空けてずらずらと書いていただければそれで OK です。ちなみに Windows と Linux は当然分けた表になっております。続きましてリスト、台帳ファイルですね、台帳ファイルの設定に行きます。アプリケーションの登録はランチャーの場合と同じです。それでリストの場合は新規作成を行います。その時にフォームファイルをコピーしてやりますので、そのフォームファイルの登録を、パラメーターシートに書き込んでいただきます。このように議事ログですとかね、それから見損書ですとか、こういうものを書いていただくんですね。それで同じく新規作成の時にはファイル名というのが必要なんですが、そのファイル名のベースとなるテキストを、これは表の方に記入していただきます。固定した文字列と連番の数字をくっつけたものをちょっと用意していただくということでございます。ということで、ファイルそのものの設定終わったんですが、管理者となられる皆さんには
基本的な仕組みを理解しておいていただきたいと思っております。まず1点目は新規作成はフォームのファイルのコピーで行っているということです。2点目は、ファイルの起動はシェルコマンドを使っていると、もう本当に、使い古されたコマンドなんですけども、その時にフルパスが必要なんですけども、それについてはランチャーの場合は計算式の組み合わせ、リストの場合はマグロの組み合わせで、マグロのルーチンの組み合わせで取得しております。ではこの作成キットの可能性というのを少し見ていきます。一つは可能性の一番は多様なフォーマットに対応できると。基本的に事務用のデータは何でもいけますし、画像も音楽も動画も基本的に何でも使えます。それからそれに伴ってアプリケーションもいろんなものが使えます。マイクロソフトのエクセルもワードもこのシステムから普通に起動することができます。ちょっと変わったところに行きますと、例えばこの NKF のようなツールですね、こういうのを入れておきますと、これ結構便利なんですね。重宝しています。可能性の2点目は、グループ使用モードと個人使用モードを持っているということです。今までの説明では基本的にグループ使用での説明をしてまいったんですが、これを個人使用モードにしていただきますと、ファイルを開いても、ファイルを開いても台帳であるリストは自動終了しません。ということはファイルをどんどん次から次へと開いてですね、仕事をこうテンポよくどんどん進めていくことができるという形のものになります。ただしグループで使っちゃいますと当然トラブルは出ます。可能性の3点目は、このシステムは文書管理だけじゃなくて普通のデータを何らかの整理するときに使うことができるということです。例えばカーステレオで音が出ないというようなことがあるわけですね。正確リッピングした100枚の CD がまるで聞けないと、それで調べてみますと CD のデータの中にですね、使っちゃダメな文字がもうたくさん使われているわけですね。でこれを手でファイルブラウザーで全部修正しようとすると結構大変な作業になるんですが、この手順で、作業をしていただきますと割と簡単に大量の CD でも再生できるデータに変更することができます。実際に私の車でもこれで、かなり、ね、聞けるようになりました。それから可能性の4点目は、スペシャルキットを作れるということですね。何もこの見積書だけじゃなくてですね、いろんな用途に使っちゃえばいいわけで、その前にはブランチャーリスト、それから各フォームのシートをデザインをしていただきます。どれでも構いません。そのシートにデザインしたシートにもうただ単にシステムを組み込めばいいわけです。でこれは1から4の私簡単な組み込み手順で終わってしまいます。それでその組み込みができるはずなんですけども、一つは例えばその今まで見積書の日付が、G の5にあったと、それを C の3に移したいとかですね、それから日付のフォーマットをですね、西暦年号から元号に変更したいとか、そういうような細かい要望っていうのは必ず出てくるわけですね。そういうのを基本的に全部、設定できるようにしてます。ただこのちょっとこのベタでね、何ができるかっていうのをいっぱい書いてますんで大変なこっちゃだなと思われるでしょうけども、実際には記入しやすい表になってますんで全然安心です。それから各機能なんですけども、先ほど申し上げましたようにメニューボタン一つからスタートします。そういう意味でこのメニューボタン一つを作って、メニューボタンを一つ作ってそれにマクロを登録してやりますと、
これだけの数の機能が一挙にボボッと、そのシステムに組み込まれるという形になります。まあ、そういう意味で、まあ、すごく簡単でやるときには簡単だということです。それから、まあ、最後は可能性の最後は、外国語へ、まあ、対応もできなくはないと。これは唯一ソースコードを変更する必要があります。シート上のコメントですとか項目についてはこれはもう当然そのご自分でやっていただくわけですけれども、マクロソースの中のグローバルケースを、固めて書いてます。言語を変更するために固めて書いてますので、そこの何十行かを、変更していただきますと、例えば日本語からポルトガル語にするということが簡単にできます。今Google 翻訳とかありましてですね、やってみたらわりかし簡単にできます。私でも1時間ぐらいで1言語変更できるかなという感じでございます。ちょっと黒メガネの小屋ちゃん2人出てきたんですけども、技術的な説明は今までの説明で終わらせていただいて、実際の使用例をご紹介します。神奈川県のとある建築関係の、中小企業です。中小企業なので小企業ですね。建築の工事の見積もり用として使っていただいてます。でこのお二方年齢も、まあ、70代の方もおられましてですね、もうその現場一つで来てますんで、エクセルの計算式なんて言っても全然ダメなわけですね。それでもなんと去年見積もり書を800件お二方で作ってます。なんと工事の見積もりですから下手すると1見積もり10ページもなるような見積もりを800件作ってますね。それで何か問題がありましたかということで確認しましたところ、まあ、なんかあったかなとか言っても全然余裕を得ないような用はなかっただと思うんですが、そういうことで実際にも使ってます。まあ、ということで、ある程度の完成度になってきてますんで、ぜひ皆さんで使っていただけたらと思います。使い方としましては、オーソドックスに文書管理システムとして使う、それからこれは個人モードに切り替えてですが、大量のデータのライブラリ管理に使う、あと、まあ、いろんな使い方がありましてですね、これについてはもう一度お使いになられる方が考えていただくというような基礎展開の扱い方も検討していただければと思います。今後もですね、このキットについては機能とか追加していきたいと思います。でマイマクロですとか、場合によったら標準マクロ化すれば、まある意味便利な面も出てくると思いますので、まずマイマクロ化を私はやってみようと考えております。それで、まあ、これ結局使っていただかないとどうにもなりませんので、まあ、使っていただいてスペシャルキットを作ってですね、世の中に増やしていっていただきたいということと、まあ、一人やってますんでいろんな盲点もいっぱいあります。まあ、そういう意味で、改良とか普及に関して、アドバイスいただける方がおられましたら、ぜひお願いしたいと思います。このキットを作るにあたりまして、参考にさせていただいたサイトです。もう本当に詳しく書いてあるサイトもあるんですが、なんとお名前がわからんというようなサイトがあります。 OS デスク移行で、素晴らしい内容でございまして、はっきり申し上げて私の使ったコードはここからそのままちょ拝借したものもあります。まあ、ということで、私のリブレオフィスカルクによるファイル管理システム作成用キットのご紹介の発表を終わらせていただきます。ぜひ、皆さん一度試していただいて、ジジイが変なもの作ったのを笑ってやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。岡西さん、ありがとうございました。だいぶ長くですね、いろいろ細かく説明していただいてどうも。大丈夫です。はい、それでは皆さんの方から何かご質問等ありますでしょうか。じゃあ
榎本さん、こんにちは。この、あ、はい。今紹介されてたキットっていうのは、どっか公開されてたりするの？で、これまだ決めてないんですけども、何らかの形で、公開します。で、お急ぎであれば、最初の方に私のメールアドレスいただきましたら、もうすぐお渡しさせていただきます。はい。オープンソースにされるんですか？基本的に、僕がこの内容からですね、さらに先の仕事が、商売になるか、商売とかになるかもしれませんけども、これそのものは私としてはあんまりならないと思います。逆に、こういう手法をですね、要はマクロを一ペリゴボッと登録するような方法ですね、これは使えるものなら使っていただいてもいいと思いますので、オープンソースでいいと思います。と考えておりますが。よろしいですか？はい、ありがとうございます。とあとですね、なんか結構使い方の話はあったんですけど、どういうふうに動いてるのか、実際理解しきれてないです。はい。ちょっと戻っていいですか？はい。ですね、っていうのは、軽くの、シート上からファイルを呼び出して処理をしたい。そうですね、基本的にシート上のデータを、変数に代入するわけですね。でそれを、シェルで、アプリケーションのアプリケーション名とスペースを開けて、ファイル名をつけてシェルで処理しますと、そのアプリケーションがまた立ち上がるわけですね。基本的なシステムはそれです。でということはランチャーとして使うと。ランチャーと、もう全てランチャーとして使ってます。直接、何かのアプリケーションを触るっていうのはもうたくさんアプリケーションがありますんでね、所詮できないんで、もうその単純な、できるだけ単純な方法でやってます。ですから基本的な命令文とか全て一番ベースなものだけを選んでやってます。で、パラメータシートありますよね。パラメータシートも同じやり方です。パラメータに書いてある文字列を読み込んで、グローバル変数に代入して、でそれからそこからいろんなものをやるんですね。ですからパラメータシートを充実させればさせるほど、マクロソースを書き換えなくてもいろんな対応ができると、そういう仕組みになっています。ランチャーを例えば既存のやつありますではなくて、これがいい。ランチャーとね、ランチャーと、それからリストを分けてますのは、要は排他機能的なところをね、どうしても使いたいわけなんですよね。排他機能っていうのは、一つは排他機能を使いたいということと、もう一つはですね、リストは新規作成するわけですね。大腸は新規作成します。そうしますといろんなディレクトリに行くよりも、自分がいるディレクトリで新規作成の照合をさせたいわけですね。ランチャーは他のディレクトリをカバーしたいわけです。ランチャーは他のディレクトリ、例えばランチャーがあるデモというディレクトリからその先のデモを doc1 のデータとか doc2 のデータとか doc3 のデータとか、もっと先のデータとか、それを読めるようにしたいわけですね。これは飛び道具なんですね。ランチャーは飛び道具で、それでリストの方は自分がいるディレクトリの中だけで照合するという形にしてあります。だから基本的な構造、基本的な技術は同じものを使っています。ですから同じマクロを使っているわけですね。はい、同じ動きを使っています。ありがとうございます。はい、たくさんありがとうございます。その他、おられますでしょうか？ちょっとすいません、発表そのものというよりもちょっとメタな質問になっちゃうんですけど、はい、この資料結構丁寧に作り込んでいただいて、すごい素晴らしいなと思ったんですけど、これをこう、今実際に使っていただいている方がいらっしゃるという話もありましたけれども、この資料を使ってどういうところにこうアプローチしていこうみたいな、そういうアイデアとかって今ありますでしょうか？
それ全くないもんでですね、どなたか協力していただけるんだったらよろしくお願いしますということなんですね。はい、あのもうこんなじじいですんでね、あのそんなこう社会とつながってるわけじゃないんで、はい、まあ、正直な話、僕はあの関東から来てるんですよ、はい、で、まあ、せっかくなので関東でも同じようなお話をさせていただけたらなというふうに思ったりもしたんですけど、まあ、正直僕のつながりだと技術寄りな人か、まあ、コミュニティ寄りな人かしかいなくて、あ、多分エンドユーザーさんにちょっと刺さらないところが僕の人脈だとちょっとあるので、まあ、そういうところうまく一緒にできたらいいなと思って今みたいなコメントさせていただきました。ぜひよろしくお願いしますとにかく、まあ、何らかの形で数やらないとですね、いろんなところへだんだんとこう広がっていかないと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。 あ、はい、ありがとうございます。あ、ちなみに私あの神奈川県在住でございますのでよろしく。はい、その他、誰かいますでしょうか。あ、すいません、今の資料を見させていただいたところ、この、システムというか、まあ、マクロですね、1台のパソコンの中で、全部ファイルは完結しているように見えるんですけども、そこ答えていいですか。はい、これはね、基本的にクラウドの中で使います。クラウドの中で使います。クラウドの中で使います。ですから、データはいきなりクラウドに保存しますし、クラウドでもネットワークドライブでもいいですよ。そこの中に直接保存するんですね。そうしますと他のパソコンに、まあ、約3秒とか5秒で同期されます。その面は、はい、ドロップボックスか何かの共有サービスを使っている。そうです、ドロップボックス使ってます、私は。はい、ですから、問題はですね、はい、まあ、リストをですね起動したときに他のユーザーが使っているかどうかは貸し出せなかったんですね。あ、それは例えばそのリブリオフィスのカルプですと、実はそのロックファイルがあるんですけども、ドロップボックスは同期してくれないんですよ。ああ、同期してくれないんですね。で、これいろいろ調べてみましたところ、はい、ですからそれをですね同期できるような形にコピーして書き換えてやってます。で、これはどういう形式かといいますと、リブレオフィスのベースが作ってる、ロックファイルのファイル名に並べて同じような形式ファイル名で作ってます。はい、いや、すいません、ごめんなさい、私が想定してたのは、はい、要はドロップボックスで共有するんではなくて、はい、社内のファイルサーバー、テラステーションのようなもので共有することを考えてたので、もう全く問題ないと思いますよ。そのドライブ名が見れればね、それでこの先ほどちょっとくどいようなお話したのがですね、ドライブ名をどんな形でも買わないって申し上げてましたよね。あれはそのフルパスをこのシステムそのものが計算するようにしてるんですよ。ですから C ドライブであれば MS でね、 C ドライブであれば D ドライブであればもうどこにあっても全然関係ないんですね。はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次の方お願いします。はい、講演ありがとうございました。途中で、MKF という個人的には結構懐かしいものが出てきたんですけれども多分さっきの CD の名前ファイル名の交換とか、はい、での他にもいろいろ使えると聞いたような気がするんですが、はい、具体的にはもう少し何かありましたら教えていただければ、基本的に何が使えるかというのはですね、今のところ、シェル要はコマンドラインで、はい、アプリケーション名プラスファイル名というこの1つの引数にファイル名が入るものは基本的に何でも使えます。でそれが例えばその NKF ですとそこにオプションスイッチいくつかつけますよね、はい、でそれは構わないんですよ。オプションスイッチがついてもいいけども、要は1つのアプリケーションをゴロッと1つとして、それに対して1つの引数のものは OK です。これが例えばその引数が2つずつくようなものはですね、今のところまだ対応してません。あ、いや、失礼いたしました、はい、それではなくて、はい、NKF の使い道。あ、NKF はですね、はい、なんで必要かと言いますとね、実はこの Gedit とか使いますとね、いつの間にかなんか UTF がどっか変なになっちゃってるんですよね、よくね。で、
Windows で開いたらですね、データがこの横にズルズルとこう、コントロールなんでしたっけ、コントロールじゃない、キャリージターン、ライフィードがキャリージターンだけになってるとかですね、ありまして、もうそれうっとうしいんでね、これをそのコマンドラインでやりますと、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。なるほど、はい。で、これ、やっときますとね、ボタン1個でポンとやればね、ちゃんときれいに整備してくれるんですよ。わかりました、はい。ありがとうございます。その他ありますでしょうか。なければ、はい、ありがとうございました。神口さん、どうもありがとうございました。次の